はい、どうも皆さんこんにちは、しげぞうです。ですね、この間ここでスイカ割りをした時にですね、募集をかけたところが、なんとまあ薩摩のラファエルさんですね、応募してくださってですね、今日本日、対戦に来て、いただきましたのでね、今から2人でこうスイカ割り対決をですね、5メーター67の竹で56メーター7センチ歩いて、コロナですね、コロナをぶっ潰すというコンセプトでですね、スイカ割り対決をやりたいと思います。薩摩のラファエルさんです。どうも皆さんこんにちは、ラファエルです。間違えたね、薩摩のラファエルですねもうラファエルって言ってたんだけどね。よしよし、しげぞうさんの方の、チャンネルにですね、お邪魔してます。こっちはもうメインで、自分のチャンネルですね、流れてると思うんですけども、今日はしげぞうさんの方でちょっとスイカ割り対決にかけて、コロナを、ぶっ壊す意味で風船割り対決をですね、やろうということでちょっと応募させていただきました、ね。スイカっすか、スイカっすか、マジですか。今日はスイカ用意したんですよ。すいません、ありがとうございます。スイカ買ってますよ。いや、ありがたいですね、本当に。この不景気の中、すいません、ありがとうございます。で、今日はですね、竹がすごいえらい長いっていうふうに聞いてまして。ですよ、5メーター67。結構力自信があるんで。竹ね、割っちゃおうかなと思って。折るんですか。もう折りますよ、今日。叩きつけて。どっちも折るんで、俺も。うん、やりますんで。じゃあ、すみません、一応今日そのスイカ割りというか、そのルールはどういう設定でいきましょうか。じゃあルールを説明させていただきます。はい、はい、ですね、今回ですね、このコロナをぶっ潰すという意味合いを込めてですね、5メーター67センチのこの竹、映れますか、上まで行きますよ、ほら、めっちゃ長いですね。5メーター67です。この竹を用意させていただきました。うわ、そして、はい、56メートル70センチですね。あそこに杭が、先に細い杭があります。あそこからこのスイカまで56メートル70センチ。これもコロナです。おお、全部にコロナかけてましたね。コロナと共に歩き、コロナと共に生きて、コロナを最後はぶっ潰すと、いう意味合いがこもってますのでね。じゃあですね、今回はですね、ラファさんが来ていただけることですね、スイカを用意いたしました、本物を。ありがとうございます。インチキじゃないです、本物です。前回なんかちょっと風船だったので、風船かと思ってたんですよ。予算の都合でですね、前回はちょっとケチりましたけれども、今回は大盤振る舞いですよ。ありがとうございます。スイカをお用意いたしましょう。はい、なんでスイカでしょう。まあ、スイカね、今日塩持ってきてるからね、塩かけてさ、みんなで食べればね。はい、どうですか。本物ですよ。本物です。ちょっと待って、杉野さん、杉野さん持っていいですか。本物持っていいすか。これさ、携帯よくこまんか、シャネケのスマホにちっちゃくない。杉野さん、ちょっとあんま細くないですか、これ。スイカでしょ。メロンじゃねえってよ、これ。メロン、どら、もうコマ50たれはかせんの。かせんのって、これ一人目しかないですよ、多分。これお前がならんちゅう声でな、黙っちょれば編集で大きくできたとに。でくる、黙っちょれば。うわ、でっか、すごいでっか。ちょっと待って、遠近法、はい、遠近法で、こっちがまいいか、まいかね、まいかね。ダメけ、自分の後ろにこの辺にいれば大きく見えるんですかね。ダメかな。あ、結構大きいでしょ、これ。手が、ということで、編集だね、これはね。はい、ということで、本物に違いはありませんね。はい、本物のスイカを今回用意させていただきました。これでも、これで割れる。これ、困るね。そこがやっぱテクニックの見せ所でしょう。まあ、狙いていかないから。まあ、コロナはコマゴツたちに癒やせんだって。まあ、もっと小さいんだから、コロナは。そうです。目に見えないんだから。そうですね。これは目に見えるだけで戦える敵です。そうですね、まあですけれども、はい、やっぱり食べ物を粗末にしちゃ罰が当たりますんでね。そうですね、今回ですね、食べ物は扱わないと。コロナに見立ててですね、はい、用意いたしました。ちょっと風船もね、買うのもったいなくて、ちょっと仕事用の手袋があったから。おお、これでね。あれ、ラーさん、これ形がもしかしてこれ、もしかしてコロナじゃないですか、これ。コロナ目に見えるでしょう。これぶっ潰すんだよ。なるほど、確かに。簡単にコロナが出来上がりましたね、これ。そうよ。お、危ないやつが出てくるかと思ってびっくりしたよ。これも大丈夫だった。もう今、杉野さんもかかってるからね。もうかかった。今
今これに吹き込んだからだからぶっ飛ぶすというね。なるほど。風通しがいいから飛んでいきます。飛んでいったら大丈夫です。桜島に飛んでいて、あの桜島の溶岩で溶けますから、はい、大丈夫です。風がちょうど今日は桜島向けですから、あっち向きですね。大丈夫。ほらどうですか、コロナ菌ですよ。コロナ菌、うん、オッケーオッケー。よし、じゃあ今日これを竹で、これの竹で割っていくっていう。そうです、オッケーです。そしてまあ一応ですね、まあルールとしましては、はい、2本ずついきましょうか。はいはいはい。まあ先攻後攻じゃんけんで決めて、割って割れないか、割れた場合はもう1個用意します、はい、割れて割っても引き分け、割れなくて割れなくても引き分けですね。なるほど。そして割れて割れなかったら、これ割れなかったは負けですから、はい、今回は特別にですね、罰ゲームですけどよろしいですか。大丈夫ですよ。呪文大丈夫ですか。もうどんな罰ゲームでも受けてきたんで、罰ゲームはこれより厳しいですよ。マジですか。負けた方はもうガチで勝ちを取りに行きますからね、こちらは。ガチで。こっちももう勝負ごとも完全にガチで行きます。ガチで行きますか。よし、わかりました。それではですね、まあ、罰ゲームはお楽しみということですね。あ、なるほどですね。最後に、負けた時にですね、負けた人に罰ゲームはお披露目したいと思います。わかりました。はい。それでは、行きましょうか。ちょっとセットしますね。セットして、ちょっと対決もね。大事っしょ。もう風で飛ばんないわだとね。あ、久しぶりにこうなんか体動かすね、動かす系をね。なるほど。ほら、いい、ね、あ、よかったよかった。また悪いかと思った。あ、このあれ、ま、テープですか。海藻で割れた、うん、だからさっきも割れたのよ。いい、そうなんですか。うん、な、塩水やろかね。塩水かけたら割れるね。あ、うん、あでしたね。この前でも割れてましたね。塩水かけたら不思議やな。こういう話になったらさ、塩水かけるうち不利なのかなとか、ああ思いますね。思うよね。このなんか思うよよ。ね、これだと。なりってるよ。しかしここまで来て割る前にしー、一旦いいなのパッタッとね。こうカメラいつまでも回せばいいの。頑張れよ。じゃあはい、一回ストップしましょうか。え、じゃあ準備するところまで。取ります。じゃあいよいよスタートしますけれども、先攻後攻のじゃんけんをさしてもらいたいと思いますけれどもね、ちょっとその前にですね、はい、もう見たところもぬっかろぼんじゃないな。やばいですよ、もう涼しいでしょ。全身滝水もサウナの一丁のその構えで、もうこっちは涼しくてもう夏ですから、このスタイルで準備いいっすね、うん、準備しようした。でもまあ、あの不公平ですからね。ですよ、体力も削られてるから、ね、まあ、同じように私も同じスタイルになりたいと思います。なるほど。今回ですね、ラファエルさんの麺をね、私も用意してきたんですよ。薩摩のラファエルに対して田舎のラファエルに変身してやりたいと思います。それでは変身します。変身、はい、変身完了。これやばいでしょ。まあ、全く同じでしょ。だいぶ先祖通路の友達みたいな。あー、確かに。もう面白いじゃないですか。最初に言ったのよ、最初の皆さんに、ラファエルの目あります、パーツのお目なら2階にありますって、言ったらないがねで、似たようなのならありますってね。ただちょっと化粧しただけでしょ。ちょっとね、リップ塗ったぐらいです。まあ、大丈夫。まあ、薩摩のラファエルに対して田舎のラファエルだから、ね、全く同じでもちょっと声がつかないから、じゃあこれでもう一回この厚苦しいスタイルでですね、戦いたいと思いますね。はい。この目隠し戦また見えんのは分かんない。確かに確かに。なんで見えん。よっしゃ、じゃあ先攻を決めましょうか。決めましょうか。はい。じゃあ、最初はグーですか。最初はグーです。はい、3、4、5、6、どっち先行。先行。じゃあスタートしてもらいます。不利な高校を選んだっていう感じがしますけど、何ですか。ああ、不利な先行を選んだっていう感じがしますけど、すごいですね。何ですか。若い方が入ってね。バサバサで聞こえてない。
よし、じゃあ、なんかさ、しげぞさん、これ着替えたら身長縮んでるように見えるんだけど。誰？しげぞさん、なんか、縮みました、なんか。千と千尋の、顔なし。ディズニーランド？ディズニーランド。声も変わったしね。声も変わりました。うん。いいかな、俺これで今からこれで行こうかな、田舎の俺が入りまして。もうしげぞは全く、しげぞ感が全く仲良い。ないです。じゃあサブチャンネル作ろう。田舎のラファエルで。田舎のラファエル。オッケー。はい、よし、じゃあ行きましょう。じゃあ、逃げまで。負けた方はボンボンつか。負けた方はね、スタートラインまでね。カメラずっと回しておくの、ゲーム。ああ、そうか。あれ、今回してます。回してます。あれだよ、ほら。ストップが誘導するのはカメラマンさんですからね。はい、カメラマン次第ですよ。途中でストップが3回までですよ。3回まで、まあ、ストップって言って、はい、右左右左ストップで向き変換させてスタートと言ってまた歩きます。それ3回までですね。はい、それでこの棒を持って歩く方は耐える疲れました。棒を下ろすは1回までです。はい、途中で棒を2回以上下ろしたら失格ですから。はい、よろしくお願いします。はい、これは縦に作ったルールですから、うん、私が有利になるようにですね、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、ソーシャルディスタンス離れてよ。はい、行くよ。そっちからそっちで持つ、こっちで持つ。はい、じゃあ持たなったのかな。反対じゃん、棒は反対じゃん。反対でしょ、棒が。そう確認をせて。まだ。10回長くない？ 5回でいいか、負けてあげましょう。おお、 OK、 ラスさん、行こう。はい、スタート、ストップ。おいおい、大丈夫かよ。離すんなよ。いや、もう立ってるだけでも大変なんじゃない？歩む前か、よちんか、感染症が。大丈夫じゃろうか。持ち方があるんじゃないの？そう、担いだっち。おい、しげ。まっすぐ、まだそっちだ。もうストップ、軌道修正、右に1回目の軌道修正を入れました。もうちょい右。はい、そのまままっすぐ進んで1回目。1回使ったね。1回使いました。いけるかな、ゴールまで。もう1回使った。あと2回だよ。あと2回。ちょ、あんままだ多分ミニ多分突っ込んでたんで。ラサン、重い。ラサン、ストップ。あ、ストップ。ラサンから1回目のストップが。ストップが来ました。はい、頼むな。10メーター前に乗らな。まだ結構ありますね。うん。ちゃんとポジションを。オッケー。いける？あ、果たして弱いる前に、それか、奥外かな、どっか。あ、そうか、何分かけてもいいわけやね。いけるか？オッケー、よし、行け。そうか、時間かけるのはありっちゃありっすね。ただ体力を消耗するからね、持ってる方が時間がかかるから。そこがありますね。おお、いいとこ行ったね。おお、ちょい、あ、いや、柴太郎が3億以上と残っちゃった。あ、
さん、そこからまっすぐじゃ、ああ、ちょっとずれた。一頭ずれた。一頭ずれたぞ。いいだね。惜しかったね。惜しかったな、今な。惜しかったね。惜しかったですね。でも惜しかった。結構と近かったですよね。近かったね。ねえ。ちょっとね、うん、肩に限界が来た。ああ、こう抱えるのがね。いやあ。惜しかったな。惜しかったやろ。海から上がってきた俺は島が足りんかと思ったけど。よっちんかったなっつって。よっしゃ、次は。次は茂蔵行きます。はい。はい、スタート。いならば。聞こえる？茂蔵さんファイト。聞こえてない。聞こえん？はい。はい。な、いいの？スタート。どっちが向くか。まず上に持ち上げて、回る。回るやん。回る。しんどいだわな。行って。5回。おい、もう年やって3回とかって。じゃあ3回で。いーち。さあ、回る、ショボコ3回。どっちは言っていいのけ？いや、また目が曲がった、ほら。目が曲がったね、まっすぐな。わぁ、なんちゅう、指示していいの？まあ、スタートはな。スタートは、はい、向きを。はい、向きは左30度スタート。いや、左。まっすぐな。左。あ？左。今度。左。左、よし、そこからまっすぐ。まっすぐな。みんな右に5度。まっすぐ行けばだよね。右に5度や、右に5度。はい、はい、それまっすぐ。はい、スタート。はい。まっすぐ行けばだよ、これ。これ、返事していいわけ？言っていいの？ストッパー3回目だよってほらな、指示は。そう、まっすぐとか右とか左とかはストップをかけてから出ないとダメなの。ああ、なるほど。おろおろおろ、そう、ボタンでも担いだ方が楽やれば担いで持っていけよ、形を。とそっこいなんですか。あ、いや、いいよいいよ。よかうん。あ、ストップだ。なんなんもやよ。風が、すいません、一回休憩しなくて大丈夫ですか。わかるものには負けよ。ほらほら、船手放しちゃう。右ずれてきてない。おい、じゃあ取り左。おい、全部使うの。もう近くないですか。まだ何もやらなくていいんですか。こういうこと。いや、まだ角度。ストップはどう？左に90度。90度。うん、全然違うよ。左に90度。はい。あれ、右に5度。右に5度。はい、はい、ここから今一回言っただけだよね。うん、はい、あ、また変わった。左に5度。風が。風は、うちじゃ
やと。風はちょっとダメですね、これは。いや、違うとね。竹がバレてな、あれ。あ、右足の20センチ先。またな、もう、まあ、失格ってことで、ちょっと面取る、あ、取るよ。